昔のスロベニアのモスクの写真。このモスクは第一次世界大戦後取り壊された。本項目ではスロベニアのイスラム教について記述する。スロベニアのムスリムは民族的にはボシュニャク人やアルバニア人が多い。ムスリムはスロベニアの全人口の約2.4%を占めている。スロベニアには 1920年代まで、ロークポッド・マーンガルドム・モスクと呼ばれる専用のモスクが存在していた。2013年、ルブラナに専用のモスクを建設する計画が開始され、モスクは2016年に完成予定である。2002年国内イスラム教、信者数統計モスク建設の申請が提出されてから44年後の2013年9月、カタールが 全資金の70%を出資したモスクの礎石が置かれた。1600万 US ドルをかけて建設されるモスクには文化センターが付属しており、2013年11月に始まった建設作業は2016年に終了予定である。起工式にはアレンカ・ブラトゥシェク首相が出席、建物はあらゆる形態の宗教的不寛容に対する象徴的勝利となり、ヨーロッパは イスラム教なしに文化的に豊かになることはないであろうと述べた。この式には、ルブラナ市長のゾラン・ヤンコビッチとカタールの特命閣僚を含む約1万人が参加した。スロベニア国内で最も位の高いイスラム教のムフティニードザド・グラバスは、我々はルブラナでこの市民プロジェクトを始めることができて、幸せだ。この計画によって、より知名度が高く。 より多民族が住む都市になるであろうと述べた。セレモニーには、ボスニア・ヘルツェゴビナのボ主ュニ人代表であるバキル、イゼトベゴビッチも参加し、ボ主ュニ人やスロベニア全土のムスリム、そして、リブラナと喜びを分かち合うことのできる、この特別なセレモニーに出席できて私は幸せだ。彼らは、自身の住みかを見出すだろう。それは、 現代のイスラム教文化センターとモスクだ。私はお必要な許可証を発行し、建設許可を出して、計画を支援してくれたスロベニア共和国トリブラナに感謝する。良き意志を持ったあらゆる人々、彼らの契約に対し、友好的な国や組織の機関、ムフティニードザドグラバスに対する彼らの無償の貢献や寄付、この歴史的な計画のあらゆる仲間に感謝する。 と述べた。この他にも、第3代スロベニア大統領のダニロ・チュルクと、ボスニア・ヘルツェゴビナイスラム教コミュニティのムフティー、フセイン・カバズービッチが参加した。計画は、行政上のハードルに直面し、ローマ・カトリック信者が多数を占める国では、政治リスクであった。住民投票実行に対し1万2000の署名が、集まった2004年には、建設自体住民投票にかけられる可能性も、 浮上していた。しかし、スロベニア憲法裁判所は、信教の自由を理由に申請を却下した。国を悩ませた、金融危機により、建設が物議を醸したこともあった。セレモニーでは、少数ながら、頭巾をかぶった女性の姿も見られた。スロベニア共和国基礎データ。外務省。2014年3月5日閲覧。スロベニアスターツワーク、オンイッツファーストモスク。 アルジャジーラ、2014年3月5日閲覧、セレモニーヘルドフォー、スロベニアモスクアフター40イヤーズオブウェイト、W-O-R-L-D-B-U-L-L-E-T-I-N.NET、2014年3月5日閲覧、スロベニアスターツワーク、オンファーストモスクアフターウェイトオブオーバー40イヤーズ、ロイター、2014年3月5日閲覧、ありがとうございます。